年齢を重ねるほど豊かになるよというメッセージを伝えている線があったとしたら、なんだかワクワクしていきませんか。運が解説する金融上昇チャンネルの坂上です。金融上昇チャンネルにラインアットができました。金運が上がる6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。皆さん、年齢を重ねることは嬉しいことですか？昔母が自分の誕生日が近くなると嫌だなぁと言っていたので、僕が大人になって自分なりに母の誕生日を祝うことをしていたところ、歳を取るのも悪くないと感じたみたいで、少しだけ親孝行できたのかなという思い出があります。年齢を重ねることって本当はいいことだと僕は思っていて、自分が成長するって嬉しいことと思う人も多いと思いますが、若い頃にはなかった成熟が年齢を重ねることで身につきます。おばあちゃんの知恵袋のような豊富な知識や経験がいろんな人に伝えることができるようになるんです。ですので、決して年齢を重ねることは悪いことではないですよね。そしてさらに、手相でもこれから財運が覚醒していくよ、年齢を重ねるほど豊かになるよというメッセージを伝えている線があったとしたら、なんだかワクワクしていきませんか。今回はそんなワクワクが増していく、晩年が安定した人生を送れる財運覚醒手相を紹介したいと思います。あなたの手にあるかどうか、ぜひチェックしてみてくださいね。まずはじめに、龍神様のつながり、場を極める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まず一つ目は、運命の出会いから財運が開花する線です。まず、いつも紹介する、こちらの四大基本線、生命線、知能線、感情線、そして運命線なんですが、今回は運命線から出る短い線、視線が木星球に、このように出てくることがあります。短い線なので、少し気づきにくいところがあるかもしれませんが、実はその線には意味があって、木星球に向かって伸びる短い線は、リーダー、野心、目標達成など、人を引っ張っていく人に必要な要素を持つ木星球の影響が強くなり、人に出会うことがきっかけで人生が好転していくタイプです。こちらは木星球の力の影響を受けるので、出会った人が運命を変えるというよりは、出会った人の影響で自分の推進力が増していくという感じです。例えば、上司が変わって考え方などが自分に合っていて、今まで以上に力が発揮されるようになったとか、出会いによって切り開く力がアップするイメージです。ちなみに、出る線のポイントによって違っていて、このように感情線と知能線の真ん中ぐらいから出ている場合は、45歳前後から開花していくタイプで、この感情線から上伸びている線がある場合は、55歳以降に開花していくタイプとなります。二つ目は、太陽線が末広がりです。太陽線とは、こちらの太陽球に向かって伸びる線なんですが、たまにこのように二股に広がることがあります。これは年齢を重ねることで富、名声を得ていくことができると言われる末広がり太陽線です。一本の線が二股に分かれていくことで、金運、財運、人気運が増していく。まさにとてもいい線になります。ここで大事なことは、積み重ねてきたことをやめないことです。積み重ねた先に求めているものが手に入れることができる。幸せになるために覚醒を暗示した線になります。今、積み重ねているものがあり、長い時間をかければかけるほど才能が開花していきますので、大事に育てたいですね。今、線が出ていなくても継続しているものがあり、意識をしていれば出てくる可能性がありますので、継続を意識して過ごしたいですね。三つ目、運命線から出る太陽線です。先ほども太陽線でしたが、今度は運命線から出てくる線のことです。ずっと願っていたことが叶う線で、大きな幸せが将来待っている可能性を秘めている線です。仕事運から幸運まで共に上がっているので、人生において最大の飛躍を期待できます。またこの線は、
仕事で大きく成功する場合もありますが、独身の場合は結婚によって幸せになっていく場合もあります。つまり結婚を暗示しているんですね。仕事運、結婚、どちらにしても今までの人生が一変するような出来事が起こるかもしれません。非常に楽しみな線ですね。四つ目は運命線が繋がっていない状態です。どういうことかというと、先ほどずっと書いてた線は、運命線は一本でしたよね。それが、このような形で繋がっていない場合もあるんです。一見運命線が繋がっていないと良くないイメージを抱きやすいですが、実はそんなことありません。このように運命線が来ていて、ここでまた運命線が出ている。このような場合は、一本ではなく二本で形成されているので、この間がはっきりと分かれていれば分かれているほど、今までの暮らし、環境が一変する可能性があります。この場合だと、35歳は過ぎたあたり、40歳ぐらいですかね。そのあたりから大きく環境は変わる可能性があり、また、このように、環状線あたりで2本の運命線が形成されている場合は、55歳前後で大きく環境が変わる可能性があります。環境が変わる内容としては、仕事運を司る線ですので、独立や昇進、転職、ヘッドハンティングなど、仕事の場合もあるんですが、引っ越しや結婚、家族が増えるといったプライベートの変化の場合もあります。どちらにしても大きな変化によって好転していく可能性が高いですので、来たる環境の変化を受け取るように心の準備をされておくと、チャンスをつかみ幸せに向かっていきますよ。いかがだったでしょうか？晩年が安定する線はありましたか？将来を考えると先が見えなくて不安になるのか、それともワクワクして早く未来がやってこないのか、手相に出ているメッセージも大事ですが、気持ちの面がとても大事です。明るい気持ちで進まないと、せっかく素晴らしい手相を持っていても上手に発揮されません。ですので気持ちの持ちようは大切なんです。ちなみにあるアメリカの調査データによると、30歳で起業する人は20歳で起業するより 8.9 倍うまくいきやすく、40歳で起業する人は30歳で起業するより 1.6 倍うまくいきやすいそうです。つまり年齢を重ねることで経験が大きな武器となり、知らない間に自分の中で育っているんですね。年齢を重ねることでうまくいく可能性が高まり、自分の可能性が広がっているんです。財運を覚醒させるのはあなたの気持ち次第。ぜひ素敵な明日を切り開いてくださいね。今日の動画になってもらったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また、高見の運気用サロンができました。日々の運気や、高見育児など、運試し企画も行っています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に、邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは、次の動画でお会いしましょう。